イルを選んでますが、これですね、ホンダのウルトラ G1 4サイクルエンジンオイル1080円。はい、出てきた。うわ、すっごい真っ黒。うわ、すごい。これはすごい。ドロドロです。鉄の錆とか。これだけが終わり？意外やがれだな。ドロッドロですね。これじゃエンジンの調子悪くなりますよ。でオイル出ましたら、鉄くずみたいなのがついてますね。中も鉄くずだらけでしょうね。きれいに拭いて戻します。一回ちょっとしましょう。エンジンでここオイル入れ替えるとこあります。もちろんね、こう下をどのぐらい入ってるかとか開けまして。で、この濡れてるとこですね、この辺りまで入ってます。一回出して拭き取って、まあ、奥まで回して下奥まで行ったらもう一回戻して、でこうやって見た方がいいですね。一緒ですね、はい、でオイル交換、オイル交換はね、買ってきた G1 がそのまま入れようとしたら入んなかったんで漏れたんで、これにこういうね、醤油とかソース入れる、ドレッシング入れるやつに移し替えて、このままここに入れます。注ぎます。ちょっと残ってたんで入りました。全部終わったらこれ一回蓋してね、でもう一回開けて全部入れ終わったらですよ。でオイルチェック OK。 そしたらしっかり締めます。もちろん下のねオイル抜いたとこも締めてからオイル入れないとダメですよ。このままドロドロ出ちゃいますからね。